回数重ねるほど痛い第5子妊娠中の元エグザイル黒木刑事の妻宮崎麗華。それでもまた産もうと思う理由に反響。2022年10月末に芸能界を引退した元エグザイルのパフォーマー黒木刑事。44の妻で実業家の宮崎麗華。36が1日までにスレッズを更新。出産にまつわる本音を明かし反響を呼んでいる。 この日、宮崎は、よく、出産もう何回もしてるから。余裕ですね、って言われますが、もちろん悪気なく。まったくそんなことないと思うの私だけですかむしろ真逆かと、と、周囲からかけられる言葉に反論。産めば産むほど自分の年齢は上がってるし、子宮や骨盤への負担はかかってるし、高人痛 産んでからの子宮の伸縮も回数重ねるほど痛いと、出産を重ねるにつれて体への負担は増加していることを強調した。一方、けど、と逆説的な言葉を続けた宮崎は、辛い経験も痛いのも都合よく忘れててしょう。ただただ可愛い。の記憶しかほぼ残ってないからまた産もうと思うんですよねわら。と母としての率直な思いをとろ。痛みに耐えてでも、 何度も出産に挑む理由を明かしている。宮崎さんは二度の離婚を経て2021年に黒木さんと三度目の結婚。一人目の夫との間に第一子男児が、二人目の夫との間に第二子男児、第三子女児がおり、現在は第二子と第三子、そして黒木さんとの間に昨年7月に誕生した第四子のケイリー君と同居している状態です。 そんな宮崎さんは今年4月に私どもで大変恐縮ですが、この度新しい命を授かりましたことをご報告いたします。と第5子の妊娠を発表。上の子供たちもまだまだ手がかかる年齢であることに加え、実業家としても多忙を極めているであろう状態での妊娠公表とあって、ファンからは、レイカさんの多フさに尊敬しかありません。といった驚きの声が寄せられていました。 女性史ライター。これまでアンチ的なコメントにも毅然とした態度で持論を展開してきた宮崎。この旅とろした赤裸々な本音に対してもわかります。可愛さに勝るものはないですね。全くその通りすぎます。ご人通はやばい。レイカさんすごいです。命がけですよね。一つ一つの出産、もうすぐ出産。頑張ってくださいね、など、 共感の声を含む様々な反応が寄せられている。少子化が進む昨今、豊富な出産経験を持つ女性たちのリアルかつ前向きな意見は貴重。第五子が生まれる今後は、出産子育てのご意見番として今以上に影響力が増していくことになるかもしれな。回数重ねるほど痛い。と出産にまつわる本音を明かした第五子妊娠中の元エグザイル黒木刑事の妻。 宮崎麗華。それでも、また産もうと思う深い理由に反響が寄せられるのも納得だ。